宗教勢力をその基盤を置いて国民にとって幸せな政治を結果として行うことになった信長なんですが、天下統一まであと一歩というところで本能寺の変で倒れました。信長はいわば志半ばで本能寺の変で倒れた後で、その信長の後を受け継いだのが豊臣秀吉でした。で、秀吉も天下統一後にですね、実は天下統一の前後にですね、宗教勢力に対する一つの鎖を打ち込んでるんです。それは何かというと、例えば比叡山延暦寺と並んで宗教の大本山である高野山金剛峯寺と並びます。この高野山金剛峯寺に対して秀吉は圧力をかけます。俺の言うことに従え、さもないと金剛峯寺を焼き討ちにするぞと言ってきたんです。で、これは決して脅しではない。金剛峯寺はこの時思ったわけです。同じように信長に逆らった比叡山延暦寺は焼かれたと、ということは俺たちも焼かれるかもしれないと、したがって金剛峯寺は戦わずして武装解除に応じています。で、また京都の方広寺というお寺の大仏を作ったんです。で、その大仏落成の際に秀吉は全国各地の宗教団体を招いています。で、出席しろと。これは旗目から見れば単なる学生パーティーに招待したように見えるんですが、これ大きなからくりがあるんですよ。秀吉が主催する式典に宗教勢力が集まってくるということは、要するに宗教勢力は秀吉の言うことに従うということなんですよ。で、その思惑があってみんな招待したんですが、一部を除いて宗教勢力は秀吉の言うことに従いました。で、ここでほぼ全ての宗教勢力は秀吉の膝に伏したということですね。まあ、このように全国の宗教団体を招待して自分の支配下にあることを認めさせたりしてますね。秀吉もちゃんと宗教勢力の対策を行ったわけです。で、秀吉の死後、江戸幕府を作った徳川家康、彼も宗教勢力の弱体化を目指しました。どういうことか。例えば一向一揆を繰り返すことで、ね、一番危ない武装勢力と言われた一向宗、まあ浄土真宗ですね。で、その浄土真宗の総本山である本願寺、この当時は京都にあったんですが、この本願寺をですね、巧みな入れ方で東西に分けることに成功します。家康は本願寺を現在の西本願寺と東本願寺に分けることに成功したんですね。で、こうなると東の西本願寺も西の本願寺も自分たちことが正当だと、正当な後期してあると疑いに言うわけですね。つまり西と東でお互い争うわけですよ。で、内向きに争うということはその武力などの影響力を全部中に向けてしまう。ということは外に飛び出していって幕府に逆らおうということをしなくなるんですよ。要するにお互いが争うことで幕府に対して逆らわないようにするという分割統治に成功したということですね。で、また家康の死後、これが家康の死後なんですけども、江戸幕府はもう一つの宗教対策に成功します。それは何かというと、檀家制度と言います。これはですね、平たく言えば幕府のような国家権力が人員にですね、権益を与えるということです。つまり檀家、一つの住民は必ずどこかの檀家に属さなきゃいけない。で、その檀家に対していろんなお布施を与えることで人員の暮らしを成り立たせる。まあ、人員からしてみれば幕府によって公認の権益を与えられるんですね。そうすると何や権益を与えるということは使者にとって有利じゃないかと思われがちですが、これ逆に言えば権益を与えるから
俺の言うことに従えと、自社を逆に統制することなんですよ。権益を与えるという餌を与えてね、統制に成功するわけです。でこの結果、宗教は幕府によって権益を与えられたことで、政治に関わる必要というのが一切なくなってしまったんですね。そうなことをしなくても食っていけるんだから。ということで、本願寺の分断、あるいは檀家制度の成立によって宗教勢力が争うということがなくなった。でこの結果、国民の暮らしというのが、ね、向上していったということなんです。でこの東大や本願寺の分断や檀家制度がいかに素晴らしいかという一つの例があります。それなんですか、21世紀の現在、本願寺はどうなんですか。いまだに東西に分かれてるでしょ。東西に分かれてるのは1600年代の頭だから、もうかれこれ400年分断続いてるんですよ。でいまだに解決する見通しがないじゃないですか。で檀家制度、今のあるでしょ。例えば私なんか浄土真宗本願寺派である寺院に属してますよ。でそこに何かがあった時にはそのお寺を呼んで、お寺さん呼んで何かの法事をやってもらうと、それがもう当たり前になってるじゃないですか。ということは檀家制度も未だに生き残ってるんですよ、この平成の中で。で当たり前なんだけど、制度というのはね、その時代にとって有効じゃなきゃ生き残りませんよ。当たり前ですよね。それが未だに生き残っているということは何を意味しますか。家康や江戸幕府における行政手腕がいかに高かったのかということを間接的に証明しているんですよ、ね、まあこのような結果として、暮らしへの大きな障害と化していた宗教勢力の武装解除をこの当時の国民は望んでいました。で、この国民の期待に信長、秀吉、家康の三英傑が応えたからこそ、ね、この三者に至る政治というのは国民の支持を受けて、結局江戸幕府というのが長く存続した理由の一つになったわけですね。しかしそんな江戸幕府なんですけども、この江戸幕府の政治能力にもいつしか限界が訪れるようになっていたというのが歴史の皮肉でもあります。